はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年6月の4日金曜日です。時刻が21時50分。アメリカの5月の雇用統計が発表されました。21時30分に雇用統計が発表されました。で、雇用者数が 55.9 万人増でした。5月の結果 55.9 万人増でした。市場予想が65万人増を予想しておりましたので、市場予想よりは少ない数字でした。で、失業率が5月は 5.8% でしたね。市場予想は 5.9% でしたので、市場予想よりも小幅にね下回った数字でございました。5月の雇用者数ですけどもね、市場予想を下回る結果となりました。で、4月のね雇用者数は 26.6 万人増でしたので、4月よりは 27.8 万人増えたというね結果でした。しかしですね、市場予想を下回ったということでですね、マーケットの方はね大きく動いております。為替のねドル円がですね110円台で動いてたんですけど、発表と同時にですね、現在109円と82円までね下落しました。一気に下落しました。時刻21時50分現在ですけど、為替ドル円ですね109円と82銭ということですね。発表の数字前まではですね110円の10銭ぐらいまであったんですけど、この雇用者数がね伸びてないということでですね、為替の一気に、落ちました。一番安いところでは109円の75銭ぐらいまでねドル円落ちましたね。ユーロは133円と52銭とですね、発表と同時にですねユーロは変わりました。そして、南アフリカランド、メキシコペソで、オーストラリアドルですね、さらにニュージーランドドルとですね、ドル以外の、ね、ものはですね円に対して強くなっておりますね。そういう動きとなっております。そして株式相場の方ですけれども、こちらもですね、先物の方がですね、強くなっております。雇用統計の数字が予想よりは悪かったということです。小幅でありますけど悪かったということでですね、まだまだ雇用のね回復はまだということで、テーパリングですね、金融緩和の縮小がですね、これはまだ早まることはねないんじゃないかという安心感もあって、株の方はね買われておりますね。仮想通貨の方ですけど、仮想通貨は現在ビットコインの価格21時53分現在408万円ということですね。一旦落ちてたんですけど、まあ、若干戻ってきたかなという感じで、雇用統計の数字とねどこまで関わりがあるかは微妙なところではあるんですけども、ビットコインもですね値はね多少戻してきましたね。そういう現状でございます。5月の雇用統計の数字でございました。速報でございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。